劇祭第一。劇祭第一。劇祭第一で注意しなければいけないポイントをご説明します。まず最初に、三鎮立ち上段突きから四股立ち下段払い受けに入る際、どうしても膝を開こうとするあまり体重が後方に傾いてしまいます。軸足で技を決める、この意識で中心線は保たれます。次に、三鎮立ち横受け、前蹴り、肘当ての場所です。前蹴りから肘当てを行うとどうしても半身になってしまいます。肘当てを行う際、しっかりと真身で決めます。次に、足払い手刀打ちです。足払いの際、どうしても体が浮いてしまいます。体を浮かず、頭の高さを変えないで足払いを行います。劇祭第一のコツについてご説明します。前半、上げ受け、追い突き、下段受け、この3回とも左足が軸足になります。どうしても移動足で意識してしまうと決まらなくなります。軸足で技を決める感覚で行いましょう。次に、中段横受けの際、どうしても引き手が先に終わり、受け手だけで受けてしまいます。引き手を意識し、両手が同時に終わるようにします。また一歩前進する際、足が決まってから手を受ける場合があります。イメージとしては手がリードして足に行き、最後一致します。次に両手突きです。
上の手は中段、下の手は拳2個分を離し技を決めます。その際やや足が早く決まり、その後に手が決まります。2回目も同様です。撃砕第一。撃砕第二。撃砕第二。撃砕第二の注意点をご紹介します。三鎮立ち、駆け受けから前進後退を行います。早くやるあまりどうしても足が直線に移動してしまいます。しっかり半円を描きながら受けを行います。またその際、これも早くやろうとするあまり
重心移動が行われず受けてしまいます。しっかりと前進後退を行いましょう。撃砕第二のコツをご紹介します。猫足立ち、回し受けを決める際、どうしても猫足立ちが決まってから回し受けをしてしまいます。こうではなく、受けと立ち方が同時に決まります。撃砕第二。